お年後の戦いは、HBO で放送された、ファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第6章、冬の強風の第9話である。デイビッド・ベニオフと D.B. ワイスによって脚本が書かれ、ミゲル・サポチニクが監督した。タイトルは、ジョン・スノー及びラムジー・スノーの2人のお年後の率いる、軍同士の戦いに由来する。デナーリスは、ドラゴンとドスラクジンを使って、 ミーリン包囲軍を倒し降伏させる。その後に訪れたヤーラとシオンと同盟を結び、艦隊を手に入れる。ジョン・スノーは劣勢な軍を率いて、ボルトン軍との戦いに臨むが、離婚を殺されて逆上し、優勢な敵に敗れそうになる。サンサの手紙に応じたピーター・ベイリッシュ率いる谷間の軍が助けに来て救われ、ウィンターフェルを奪回する。サンサはラムジーを、 自身の飼い犬に食わせて復讐を果たす。親方たちに責められるミーリーンで、デナーリスは敵の船を焼き払い、敵の街を焼き払うことを主張する。ティリオンは自分の父タイウィンの軍が迫った時、デナーリスの父王エイリスが、キングズランディングを焼き討ちにしようとしたことを思い出させ、代替案があるという。親方たちの艦隊が投石機でミーリーンを攻撃する中、デナーリス、 ィリオン、グレーワーム、ミッサンデーが、三人の親方と講和交渉をする。親方たちは、デナーリスを、小敷の女王と呼んで侮辱して、降伏を求め、ピラミッドからの退去と、汚れなき軍団とミッサンデーの引き渡しを要求し、ドラゴンは始末するという。デナーリスは逆に親方たちの降伏を要求し、親方たちが拒否すると、ドラゴンが姿を現す。デナーリスは、 ドロゴンに乗り、閉じ込められていた2頭のドラゴンビセイリオンとレーガル隊も解放され、3頭は炎を吐いて、親方たちの船を燃やす。ダーリオのハーリスは、ドセラクビトを率いて、ミーリーンの門前で、解放奴隷を襲っていた、ハーピーの息子たちを蹂躙する。グレーワームの呼びかけで、親方たちの護衛は主人を見捨てて逃げる。ティリオンは3人の親方たちに幸福を求め、 代償として一人の命を差し出せという。二人が非戦の生まれのイエッザンを選ぶが、クレイワームはイエッザンを除名し、残りの二人を殺す。ティリオンは降伏を命じ、降伏と奴隷制の復活を禁じる。シオンとヤーラがミーリーンにやってきて、デナーリスに敗越する。シオンとヤーラはオジユーロンを三奪者と呼び、デナーリスがヤーラの塩の玉剤の要求を指示し、 鉄諸島の独立を許してくれれば鉄水軍の百隻の船と船型を提供するという。ユーロンもまた船を、デナーリスに船を提供するだろうが、結婚を要求し、いずれはデナーリスを殺すだろうという。ティリオンは親方たちから没収した船と合わせれば、ウェスタロスに軍勢を運ぶのに十分だという。デナーリスは、やーらに自分を七王国の女王と認めさせ、略奪。 放浪、襲撃、強姦を禁じた上で、やらと手を結ぶ。ウィンターフェル城の前のので、ジョン・スノー、サンサ、トア・マンド、ダボス・シー・ワース、リアナ・モー・モントラ攻撃側の代表は、ラムジー、ハラルド・カー・スターク、スモール・ジョン・アンバー・ラジオの代表と面会する。ラムジーはジョンを落としごと呼んで侮辱し、ジョンの軍の劣勢を笑い、幸福を求める。 ジョンはラムジーに一騎打ちを申し出るが、ラムジーは切断された、シャギードッグの頭を示し、戦いになれば捕らえたリコンスタークを殺すと脅す。ラムジーは、ジョンの軍を、7日間餌を与えてない良犬の餌に、するという。双方が、翌日の戦いに備えて陣に戻る。その夜、ジョン、トアマンド、サンサ、ダボスらは軍家を開く。トアマンドは、 騎兵が脅威だと言い、ジョンは、騎兵の回り込みを防ぐために残壕を掘るべきだというが、トアマンドは理解せず、ダボスは劣勢の自軍は慎重に戦わなければ、ならないという。軍議の後、サンサはジョンに、自分はラムジーを知っていると言い、離婚の命は諦め、罠にはまらないよう警告する。その夜、ジョンは、翌日の戦いで自分が死んでも二度と、蘇らせないよう、 メリサンドルに命令するが、メリサンドルは受け入れない。夜、ダボスは、ジンの周りを歩き、シリーンが火炙りにされた場所で、遺品を見つける。翌日、ウィンターフェル城の前で、両軍は退治する。ボルトン軍の前では、数名が川を剥がれ、逆さまで張り付けにされて、火炙りとなっている。ラムジーは、離婚を解き放ち、走って、ジョンのジンまで逃げさせるゲームを始める。 離婚は走り、ジョンは短期で突き出し迎えに行く。ラムジーは矢を放ち、ジョンの目の前で離婚は射抜かれて殺される。ジョンは激怒して、我を忘れ、そのまま短期でラムジーの大軍に突進する。ジョンを救うためにダボスは、騎兵の突撃を命じる。ラムジーは救兵に一斉射撃を命じ、馬をいられてジョンは落馬する。ラムジーも、また騎兵の突撃を命じる。 敵の騎兵がジョンに迫った時、味方の騎兵がジョンを追い越して、双方の騎兵が激突する。ダボスが味方をいることを恐れて、敵味方の騎兵が入り乱れるところへの一斉射撃を控える中、ラムジーは構わず一斉射撃を命じる。多くの敵味方の馬が倒れて、乱闘となり、死体が折り重なる。ダボスは、野人からなる、残軍を率いて突撃するが、これを予期していた。 ラムジーも、残軍の進軍を命じ、不評が立ってと長層で、ジョンの軍を包囲する。ジョンの軍は三方を、ラムジー軍、一方、死体の山で取り囲まれ、次第に圧縮されて、絶体絶命となる。そこに、角笛が聞こえ、サンサとピーター・ベイリッシュ率いる、谷間の騎兵の大軍が現れ、ジョンの軍を包囲する、ラムジー軍の不評を、後方から蹂林する。乱戦の中、 トアマンドは、スモールジョン・アンバーを殺し、ジョン、トアマンド、巨人らは逃げるラムジーを追いかける。ラムジーは城内に入り、誰にも城は落とせないと豪語するが、巨人が城門を打ち破ったが、最後に、ラムジーの矢を受けて生きたえる。ジョンの軍が城内に乱入し、ラムジー軍を圧倒する。ラムジーは一騎打ちを望み、ジョンに矢を追いかけ、ジョンは盾で防ぐ。ラムジーを倒して殴り続け、 サンサの視線を感じて止める。ウィンターフェルに掲げられた、ボルトン家の、カワハギ男の旗は下ろされ、スターク家のダイアウルフの旗に置き換えられる。サンサはローにつながれた、ラムジーのところに行ったあざけり、腹を減らした、ラムジー自身の猟犬を消しかけて、主人をむさぼり食わせる。シリーンの遺品を手にしたダボスが、メリサンドルに近づく。原作者との話し合いにより、未完の原作、 冬の強風に基づいて脚本が書かれた。落とし後の戦いのシーンは、カルタゴ軍が2倍のローマ軍を包囲、殲滅したカンナエの戦い、山と積まれた死体が戦闘の障害となった南北戦争、イングランド軍の長久隊がフランス軍の重装機兵に圧勝したアジャンクールの戦いが参考にされた。 第二次ポエニ戦争の艦内の戦いは戦闘シーンの参考にされた落とし後の戦いのシーンの撮影には25日間500人のエキストラ600人のスタッフ70頭の馬を用した CG により500人のエキストラが8000人の軍に見せかけられた黒沢明の映画ランが参考とされたミーリンでのドラゴンの戦闘シーンは 第二次世界大戦中のスーパーマリンスピットファイアの空中戦闘が参考とされた。ラムジー役のイワン・リオンは本エピソードが最後の出演となった。本エピソードは766万人に視聴された。第68回プライムタイムエミュー賞で本エピソードは視覚効果賞視覚効果部門、メイクアップ賞、シングルカメラシリーズ部門、編集賞、 シングルカメラドラマシリーズ部門、音響賞、コメディ、ドラマシリーズ部門、監督賞、ドラマシリーズ部門、脚本賞ドラマ部門を受賞した。また、助演団優勝ドラマ部門にノミネートされたジョン・スノー役のキッド・ハリントンは本作を提出した。ヒバード、ジェームズ・ゲーム・オブ・スローンズ・ディレクターズ・リビールド・フォー・ミステリアス、シーズン6、エンターテイメント・ウィークリー、 2015年6月26日、閲覧。シュワルツ、テリー、ゲームオブスローンズ、ザリアル、ライフバトルズザットインスパイアードバトルオブザバスターズ。イグン、2016年6月20日閲覧。A.B. ヒバード、ジェームズ、ゲームオブスローンズ、バトルオブザバスターズディレクタースピークスアウト。エンターテイメントウィークリー、2016年6月20日、閲覧。メトカーフ、 ミッチ、トップ153ーケーブルオリジナルネットワークファイナルズ6.192016ショービズデイリー,ー2016年6月21日閲覧ポーダー、リックサンデーケーブルレーティングスゲームオブスローンズシリコンバレーホールドステリー t b バイザナ Numbers 2016年6月14日閲覧ありがとうございます